シータ、リリイ。ヤッホー。今日はちょっと明日マジで早いけん、嘘、マジでは言い過ぎかもしれんけど、多分ね、ちょっと何で集合か分からんけど、音楽を流そうかな。レナさんの配信見って、家帰ってさ、なんか部屋入ってそうな時からさ、音楽が流れるまで早すぎてさ、早っってなったよね、うちは。あ、どれだ、ぐるぐるしちゃったね。シュプシュプこんばんは、ヤッホー、みずきさんこんばんさい。ちょうど、お、今から私は開封の儀をします。壇上に、え、そう、壇上におるなって話も聞いたけどね、ちょっとだけ多分そこね、そこちょっと危険かったとこがあるよね。なんか本当に家着いた瞬間とかに、家着く直前とか話しちゃって、なんかね、家着いた瞬間なんかネット切れて、一回切れて、やばい、配信聞けないよってなってた、うちは。あ、よしさん、ヤッホー、アカウント変わった人だ、フォロー見たよ、ありがとうね、ありがとう。壇上、え、1位いっとった。ミズキさん、ヤッホー、何が出るか、何、あれ、え、待って、何時になった。え、でも多分ライブとってことよね。え、やば、これ見えんくなった、 LINE 見れん、これ。え、ライブの開始時間、あれ半とかじゃなかったっけ、これ12時半から。でも多分そう、かぶっちゃうけど、これ多分かぶらないってしたらちょっと死ぬ気がして、ちょっとね、明日が早いので、待って、あれギリギリセーフじゃない？かな。ハリヤホ、音楽流れるの早かった、そこの反応の速さ、さすがオタク。え、ちょ待って、違う、その開封の儀の前に、待って、見て、今日ね、間違えてチェキが出ちゃったみたいなんやけど、これレナさんの足でーす。キモ、ちょっと最近ちょっとキモいけど反省しとる。停電になる、え、大丈夫、そこまで喜ぶことかも、わかんない。マリノリヤッホー、カバチャさんヤッホー、満員です、あ、そう、今日満員電車に飛び乗るパートです、多分2回目かな、取りこぼしちゃったね。わかるよ、よくわからんけど、え、そう、一応なんかライブとか、特に今回ね、大抵非公開やけんね、大抵が分かっとけば、そのライブの時間からあれにかぶせないようにするんだけれども、大抵非公開やから、ちょっとね、かぶしちゃいけない時間がやけん、みんなからしたらさ、そこずっとかぶせちゃいかんわけで、で多分物販とかも合わせちゃうと、あのね、マジで3時とかになっちゃう。そう、ごめん、今回は本当にごめんなさい、一応できるだけかぶせないようにっていう感じはありますが、ちょっとリリーベね、明日立川立飛で15時半からなのでね、調べたんですけど、ちょっと遠そうだったので、私もちょっと頑張っていくので、ぜひ。レナさん、え、レナさんの配信に言ってないの、うちはレナさんの配信言ったよ。ガチ音ですね。それじゃダメでーす。レナさんの、え、これを、え、うちこれをどうにかいい感じに写真に撮って、うちはスマホのロック画面にしたくなってきとる。よくない、なんか。でもレナさんの足めっちゃいいよねー。
じゃ、え、熊田修太郎さん、これはアカウント変わったのかい？え、熊田がひらがなになったけど。やっほー。もんちちこんばんざい、しゅんにむりさんと。ずるい。その言い方はずるい。ごはっこはした気分。あ、アメもシャメ届いた、よかった。え、楽焼きシャメ届いたかな。シャメだけかいな。よかったよ。やでな方が口が、え、そう。一応かぶせてもちょっとね、もうこの時間しか配信できんのよね、うちが。そう、マジで帰ってきて5秒で配信し始めた。やけん今日はちょっとあんま長くしませんって感じです。初見詐欺っていうか、もう詐欺、え、逆よね。もうなんか初見じゃないはずなのに初見ついとるって。そういうの欲しい。何人だ？やってくれ。なんか今日は違うかな、何なんだろう。というわけで、私は今日絶対にこの配信にこれを開封すると、あ、ちゃんと住所とか取りました。これを開封するっていう、今日届きました。まあ、買ったんですけど、自分で。今日これを開封するっていう、変態。し、ひらがなやったら欲しいね。し、いいの？え、メイさんさっきネット写真しおりさんが上げてくれとった。ニコニコした。あ、やべ。よし。落書き写メの中身なんやろうね。落書き写メもんだか。待っとってね。写メ届いた。やったね。いっぱい見てね、写メ。なんだと思う？みんな。私はとてもとても欲しいものを手に入れたんです。一度は取り逃した。あー、かわいい！じゃーん。ありがとうね。僕のプレゼンダメです。見てー、ネッシーのぬいぐるみ、エーペックスの。これめっちゃ可愛い。め、見て、めっちゃ可愛い。これね、え、出すか迷う。これでもさ、これがしかもでかいやつなんです。これあのちょっと前にスカイツリーのところでなんかエペックスレジェンズのいつも一番よく配信やっとるゲームのね、ポップアップストアがあったんですが、なんか起きれなかったりして、まあなぜなら朝7時半とかから並ばないこれがゲットできないのでね、無理くない？ってなって、普通に7時半から並ばんとこれゲットできんかったんやけど、昨日一昨日ぐらいかな、ツイッター見たら分かる。うちはそのアカウントフォローしてたんですけど、なんかね、再販して東京ゲームショウとかに合わせてかな、確かこれを再販してネットで、でちょっと遅れたけど売ってて、再販、え、確かになんか12時から再販しますとかで、ね、14時とかに見たんやけど売っとって、え、買うしかなくねっつって買っちゃいました。ネッシー、そう、頭いそう。あた、え、頭ならんくなったと？え、頭ならんくなったと？アップデで？悲しい、それは。シュプシュ、え、かわいいやろ、めちゃめちゃ。でかいやつ。え、これ絶対机の上に飾ろうと思って。机の上飾れるか、モニターの上とかに今、飾ろうかな。ヨシさん、ヤッホー？ヤッホーじゃない、何それって。ヨシさん、ヤッホーはさっき言ったよ。え、これはあのいつもさ YouTube の方で一番配信してるゲームにネッシーっていうキャラクター、これにね、あのマップにマジでキャラクターから見てこのサイズぐらいで置いてあったりするんやけど、そう、それを買いました。めちゃめちゃずっと欲しかったやつ。はじめやほー。シャプ、そう、いけなかったって言っとったやつ。そう、8月ぐらいにね、あったんやけど、マジいけなかった。セガ、そう、世界で大人気商品。ラブラブコマンダイヤホー、その話聞いて、そう、マジでゲットできんくて、え、なんかポップアップストアあったけど、マジでツイッター見た感じ7時半とかから並ばなゲットできんやったみたいっぽくて、この子が、そんな無理じゃん、7時半にスカイツリーまで行くんよ、無理じゃない。今日、そう、恐竜マシュルちゃんヤホー、かわいいやろ。ゲット、そう、ゲットしたんです、ネットで。あのね、絶対再販来ると思って、これを売ってる店のツイッターを一生フォローしてて、その情報とかを仕入れてたんですけど、
これちょっとここから開けたいけど、でもこの袋のまま私は写真撮りたくもある。どうしたらいい？いいやろ。酔ってないです。酔ってないです。めっちゃ元気。今酔ってそうやったけど、でもちなみに未成年なんで酔えないです。いや乗らなくなって、え、悲しい。それ単純に悲しい。ネッシーって書いてあります、ここに。ネッシー12インチ。そう、でかい、ちっちゃいサイズもあるんやけど、やっぱどうせなら置くんだったらでかいサイズいいよね。このサイズのぬいぐるみがうちめちゃめちゃ好きで、それこそさ、多分ここにいるけど、オルくん、あ、いった。色味似とるよね。ほらこのサイズ感マジで好きで、これちょっと後で写真撮る、うち自分でこれを今日開封しようと思って、みんなに自慢しようと思ってました。え、でもなんか発送したらメール来るって言ったけど、うちね発送メール多分ね 見逃しとってまあ全然先に届くと思っとったらね、まさかの届きました。お母さんからもらった大事なワットさんが、そう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 、そうなの、ワットさんが大切そうにやってます。やんなら部屋マジで行こうとしたけど無理やったし、なんか最終日はワンチャン行けそうやったよ、なんか前日早かったかなんかで。そしたら最終日だけこの子が売ってなかった。泣いた。テンション高い、そう、テンション高い。今日これが届いたのを見てめちゃめちゃテンションが高いです。ぬいぐるみをゲットしたよっていう。え、そう、チャックがついとるよ。え、これ開くんかな。え、ちょっと待って、めっちゃ開けたいけど、でもこのまま写真も撮りたい。どうしたらいい、このジレンマ。一回写真撮って開けるべきやった。チャック開くんかなこれ。でもこのままって言ってほしい気持ちもある。とてもどうしたらいいだってこのさ、袋自体もエーペックスって感じがして、これもねかわいい。現地、そう、マジオンラインショッピング最高あ、まあそう、まだ未成年、そう、まだ19歳です。最年少です、実は。オルくんの方がかわいいです。ディズニー好き好き、またごめん。オルくんかわいいよね。なんかさ、すごい、なんだろう、この子さ、絶対歩くの遅いやんって顔しとらん、わかる、この顔この子、そういう顔が好き、この子の。うん、もうちょっとね首傾いとるんよね、こっち側に。うちのせいかな。あ、ちょっと戻ったけど、傾けとこう。傾いとるのが可愛いよね痛い、じゅった今。奥田のジャンそれやばそう。まだだよ、ほー、ありがとう、めっちゃ鼻がやい、ありがとうね。かわいいな、やったね。落ち着いても天あげって感じです。ちょっと今日はこれさ、何分から始めたっけ、うち20分からか。マジであとちょっとしたら終わると思う。なぜなら明日早く、今日は絶対終わって自分って言い聞かせながらやってます。いつもさ配信長引いちゃうよね写真撮る。じゃあそういう時は2体買うよ高いよ、だってこれでも、え、これで4000円ぐらいすると高い。やべえ、今月出費があって言いながら、ニーヤも買ったのにって言いながら買っちゃった。買っちゃったよね。でもだってさ、だってもう今だってさ、めちゃめちゃ売り切れ続出しとるやつがさ復活してさ、あったよ、え、これ今買わな、これ今買わな、なくなっちゃうよねってなって買っちゃうタイプ限定に弱すぎる書いてくんかもじゃ、ヤッホー、とことそ、とことこって雰囲気出とる、多分おるくんよね。今日もやったね。みんな思ってること言ってあげない。確かにそう、歩くえ、でも歩くの絶対遅いやんって顔が好き、うちはおるくんの絶対歩くの遅いやんっていう、みんなで歩いとったら絶対一人遅れちゃうやんっていう顔が好きなんやけど、うちはこれ、え、いいやろ。私はそう、さっきエペックス発祥ですね、マジで。イエー、
ていう、ゲットできたよっていう、いやもう嬉しすぎてね。高い、そう高いんよこれね、5000円ぐらい、ソリ入れて多分5000円とかかな、5000円ちょい。これ2個はね高いのよ、それわかる。その分お家はぜひぜひこの分ぜひ聞いてね。あ、そうだ、5日のライブもともとお休みだったんですけど、ライブが追加になって夜に、下北沢シャングリラでライブがね追加になったんですが、そちらのライブは出れる予定です。イエーイ、ぜひに。ちょっとまだね、そう出れるっていうのが確定してなかったので聞けなかったんですが、出れることになりました。明日に、明日ありがとう。そう明日やばいのよみんな、明日、あそう明日のリリースイベント、特典、通常の特典会の衣装がポップ衣装です。そしてなんか特別特典がなんか現場に来た人にだけあるかもしれないねって感じで、もしかしたら私服見れる人もいるかもしれないねっていうことだよみんな。ララポートでもしかしたら私服でララポートを一緒に楽しめるかもねみたいな特別特典が来た人にだけあるかもしれないけど、ちょっと言っちゃダメなんだ、でも匂わせてるんだ、しーだよ、しーで、そうララポート立川立ち日にてライブが15時半からあります。めっちゃ来てほしいです。やばいやばい、マジでやばいポジションって感じ。ちなみに今日のやばやば、今日一番歌うと思ってなかったやばやばポジションは1本目のライブのトイロのジュリアさんのポジション、きっと伝わるでした。みなちゃんこんばんは、やっほー。コスプレはワットソン、ワットのコスプレか、でもあれはむずそう逆に。え、でもうち昨日やったゲームのねコスプレちょっとしたいんよね。やばい、今日のやったね。4日のライブはおるよ、渋谷ミルキーウェイでのライブはいます。もしかしてましろちゃん来れたりする、下北沢シャングリラ、おぜひ。今月めっちゃ下北沢多いよ多分多いよは嘘かもなんか、あそう、でも5日もそうやし、今日も下北沢やったし、特装特別特典軽食なんだろうね、ちょっと言っちゃいけないみたいしれっとね、現場に来た人しか分からんけど、でもなんか一緒にララポート楽しめるんじゃないかなみたいな特別特典があるんだけど、そっちの方は多分私服なんだって。みんなこれ心に訴えかけとけ、うちは言ってないよめっちゃ言ってないけど、なんだ明日仕事なのか、悲しい。予定は先生、そっち行った方がいいよ、よしさん。えなりやっほー。ジュリアさんポジション2がいく。そう、ちょっと、いや、ジュリアさん、あそこでウィンクするイメージあったけん、ちょっとウィンクするべきかなって思ったけど、ちょっと照れてニコニコしちゃった。ちょっとまだジュリアさんにはなれなかったみたいです。どうしよう、どうしようってニコニコってしちゃった。はい、では今日もライブお疲れ様、ありがとう。だから行っちゃったりするかもしれんに、おまして心に肩が引っ掛けとる、待っとるよでも行きたいな、行きたいし、ゲーセンとかだったらな心にかけ語りかけました。予定忘れあるよ、予定忘れたって言えばいいとよわら、大さんや、本人電池の初実験お疲れ様、めっちゃ眠い、スペアスや、私も今日は早く寝ますので早く終わる。そこのポチスクショ取りまくった、今度あるんかなマジでもめちゃめちゃ緊張しすぎて、そこのポジション本当に今日マジでちょっと反省なのが、めちゃめちゃ声震えた、さっき聞いたけどもう震えまくってた、聞いたー伝うって思う、めちゃめちゃ震えちゃったもん、もう
しかも、もうマジでちょっともうちょっと震えないようにしたかったけど、ちなみになんかこんなのも入ってました。今更やけど、商品ラインナップ、あ、すごい。そう、これもうネッシーぬいぐるみかっこメガを買いました。4950円みたい。他のねやつのグッズもあるんですけど、書いてある COD とかロケリのグッズもあるけど、あれここないんかな。ここにはなんか FPS の系統だな。え、この店がねアモンガースのグッズも売っとって、それも可愛いんよね。ここの店の回し物かってことしよるけど、今インフォレンズギークショップ、ここアモンガースのねグッズも売っとって、それのぬいぐるみも可愛いんよね。そう、何枚買ったら何分何かって感じ。このそんな形にできたらね、あはははむずいな。明日投げやべえ、明日マジやばい。ちなみにポジションもやばいけど、得点盛りだくさんだからマジでちょっといけそうだな。15時半から立川って人いませんかっていう。1ヶ月、大変じゃん。ちゃんと休みなね。なんかそういう新しいとこに行くってなんか自分が思っとるより多分体力使うけんね。安定の録音すぐ録画するやん意外と高いのよ。でもそれがマジで秒で売り切れるので買えたので嬉しい。アモース、お、そう、アモースのグッズもあるのよ。明日行くんだ、ズママルさん。やったねー、楽しもうね。明日マジやばい、本当にやばい。明日もマジであの声震えそうで怖いけん、ちょっと頑張る。今日は一生懸命、今日ちょっとねこの後絶対にお風呂浸かりたい気分で、なんかじゃあ15時半から行けて、あー楽しい。あ、じゃあそう、15時半からリリーベがあるんです。特典会の衣装はポップ衣装です。みんなポップ衣装まだ見てないよって人絶対いっぱいおるやろ。特にうちのポップ衣装もねちょっとだけ少ない、他の人よりはって感じやけん、ポップ衣装取りに来てほしいし、私服も見てちゃう人もいるかもねっていう感じなのでうん、大丈夫、みんなの心に訴えかけとうよ。みんな C ね、絶対ツイッターとかでまで言っちゃいかん、しれっと言っちゃいかんよ、ダメだよ。心に語りかけています。明日なんか特典がいっぱいあるらしいから、でもちょっと言えないの、言えないの、言えないの、言えないんだよ。でも来てほしいんだ。そうなのよね、そう、心に来るから新しいとこって、うちも新しいとこホイホイ行くのは絶対に無理、いろんなものがすり減っちゃうからね。ちゃんと休みなんで、みんな初めて自分一人、わかるわかる、もう初めましてがいっぱい囲まれちゃった。でもやけ、うちさもう4月のクラス替えとかめっちゃ少んかったもん。もう3年間あのクラスにしようって思う時もあったけど、あにゃのポップ衣装やばいやろ、めちゃめちゃポップ、そう、新しいやつ、新しいカラフルの衣装です。あれポップ衣装って言います。まじゃあなポイエーイ、心に語りかけています。そう、上手くなったやろ、心にかかり語りかけて、あじゃあなんかいつでも、まあ、でも一番見に来てね、まあ、明日は長い楽しんでねあれもうバス、まだもうバスか、さすがに。そう、世界に向けて内緒話してます今。心に、大丈夫、内緒話、話してないよ別に。心に、みんな何か聞こえた、心に語りかけた、耳から聞いてないよみんな。ポップ衣装画像でしか見てません、画像で。でも画像頼んでくれてありがとう、いつか絶対見に来たね。わかりね、
話とか。あにゃんぷぷしはすごが見れました。明日25分、隣組だけで25分で、マジ本当に激ヤバポジションがあって、ちょっとこの後練習しなきゃいけないので、葵ちゃんクルー、葵ちゃんクルーです。インポスターじゃないよ、クルーだよ、青色だよ。え、じゃ無理よ。それは知ってるよ。楽しんで、え、でも明日マジ絶対行ったがいいけん、名古屋マジ全力で楽しんで、本当にめっちゃ絶対見たがいい、あゆみさんのやつがある。え、もちろんね。でも今日なんかツイッターで頭抱えとったけど、あはは、やったね。いっぱい見てくれると嬉しいよってことで、50分になったら絶対終わるわ、ちょっと絶対ね、言ったけんね、じゃないとちょっとダメ、そろそろ本当に。ちょっと今日だって絶対お風呂浸かりたいって、足がいい夜、今日久しぶりになんか足がめちゃ、でもうち久々のライブやったけんかな、めっちゃなんか足がお風呂浸からせてって言いよるけん、頑張ってお風呂掃除してお風呂入って寝るんだっていう気持ちです。先にしめっちゃ煽られとったよ、見たよ。坂ちゃんやだ、最近さアマースの動画もちょっと見よる、自分もちょっとしかやったことないけどね。でもアマースってどうしても人とやらなきゃ、ちょっと一人でやるもんじゃなすぎてさ、ちょっと無理できんけど、今日久々に巻きハフ、今日ねめちゃめちゃ編み込みがねうまくいった気がしたんですけど、ちょっとあまりにもプリンだけど、もういっそのことこれがおしゃれってことで。あ、でも今日はレナさんの美容室教えてもらったけど、メニュー見て、どれなのってだってなったので、ちょっと帰り見て、そう。でも他の美容室見て、うちさ上京してから1個しか美容室行ってなかったんやけどさ、他の美容室見て、えこんな値段違うのって思って、今までマジでカット入れて、カットダブルカラートリートメント、ダブルカラーがブリーチとカラーとトリートメントで24,000円とかで、トリートメントをちょっといいのにしたり、ブリーチをちょっといいのにしたらマジで3万近くいっと飛んどったんやけど、あのね全然値段が違うってなって、今まで行ったとこめっちゃ高いじゃんってことに気づきました。東京の美容室ってそんなもんなのかなと思ったら、意外とそんなことなかったみたい、びっくりした。今日だからそっち、レモナさんめっちゃ綺麗にツヤツヤなっとったけん、別のとこ行ってみるのもありかなって。今行っとうとこめっちゃ好きなんやけどね、めちゃめちゃ好きなところなんやけど、ちょっと高いのとあと予約が取れない、1週間前にギリ取れるか取れないかぐらいしか取れんけん、そんな先の予定わかんないよってなるけんね。夜中ライブは惜しい。初見さん、シーチキンさん、お持ちのアバターだ、ヤッホー、バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵です、よろしくね。明日見れん、願っときな、なるほど、もう寝て明日よ、そうしな。さっきヨシさんレナさんの配信でうちの子供コメントしてたもんね。いや、お父さんプレイ動画見てね、さっき返しとせ早い。ちなみになんかあネタバレする気やめとこうっと見てね。ブリーチとすぐマジで万かかっちゃう。お味噌、お店によって値段設定違うくて、なんか福岡と東京で違うのは思っとったんやけど、東京高えってなっとったけど、東京の中でも特に高かったみたいで、もうちょっと安いとこの方が、なんか安くてもいいとこを探したいなって、高いとこはそりゃいいに決まってんじゃんってなって、ほらなんかですね、でもいいじゃない、去年も1000円買ったに、今年おー、今日お初チキしてよ、あれ私とじゃなくてお餅とってこと、
名前違う、そう壇上におったことバラされた。しれっとうちもさ、そんとき帰宅中やったけんさ、今日ねレナさんと割と同じぐらいに帰ってきたけん、マジでレナさんが帰宅して音楽流したところぐらいまでしか聞いてないけど、そっからうちがもうダッシュで帰ったけん、んそこぐらい帰ってダッシュでさ、配信準備始めて配信しようけん今。てかさ、音楽流そうとしたのに流れてないんやけど、なんで。でも終わっちゃうわ同時に会社は無理っぽさ、名古屋楽しんでね。カットとシャンプーを込め、あーでもそんぐらいなんじゃないかな。え、うちは福岡に撮った時はそんぐらいやった気がする。でもなんかブリーチ入れてカラー入れてトリートメント入れたらめっちゃ高いけど、でもトリートメント入れるのマジで髪死んでるけんさ、ほんとに死んでんの毛先とか。もしかもない名前違い、え待って、やばい、顔は出てきた気がする。え、下北だよね、待って、待って頑張る、やばい、顔近づいてこう、めっちゃごめん、待って頑張れ自分。いつもはお餅に行ってるのでって言っとったよね。やばい、記憶力がごめん、いやしれっと両替で数秒で大丈夫乗っちゃったよね。帰りよったけん、あちょうどいいやんって思って帰りのお供にした。なんかちょうどさ、え、マジでちょうど帰り電車の中寝とったりしたけん、マジで何も記憶にないんやけど、歩きの時とか寂しいけん、でもなんか配信聞きたい気分やったけど、全然ないなって見よったらレナさんの配信が始まってあったって。とりあえず特別の時に始めるツイッター配信発表されるかな、しれっとしかやらんかもねって感じです。でも特別特典さ、ちょっと来てほしいんだ、せっかくのララポートだから、ちょっと来てほしいなって思ってるんだ。一緒にララポート楽しんでくれる人いないかなって思ってるんだっていう気持ちです。髪いじっててきゃねえじゃん、ごめんなさい、はつりさんに連絡して、あは、え待って、頑張って自分、頑張ってほしい。タニさんじゃない？え違うっけ？そんな気がするんだが、違ったらごめん。いけたらやってたら何かしら、マジで？またあったらあるんかな。えマジでやったことないけんさほとんど大丈夫、みんなの心に語りかけてるよ、何もないよやばいああ帰ってくれ、休み、ララポート、そういうのにララポート、電波で呼ぶか呼ぶか、またあったら待っとる。ちなみにまだしたことないので、とても楽しみたいなみたいな気持ちなんです。ララポートだよ、ちなみにね、ララポートに何があるかみんなね見てみな。ララポート立川、立川ララポート立川には何があるかな。あちゃんとそういう特典やってことないよね、どういう特典かわかんないけどね明日熱々だし、ね特典も熱々だから、マジでみんな来てほしいんだ、来てほしいんだ、見
ら察しがつくやん。見てください。ちょっともうヤキ君はもう来れないんやけど、チョップガイドかな、カテゴリーから探しちゃおうかな。え、でもね、めちゃめちゃいっぱいお店あるけん何かわかんないけどね。あいさんが欲しいの、とてもだってとてもけど欲しいの、一緒にララポート楽しんでくれる人いませんかっていう気持ちの、寂しいの、とても寂しいの、ひろしです、とても寂しいんですちなみにポジションも激アツです、ポジションも激アツだし、ラポートで特別か特典もなんか来た人にしか分からないけど、心の声にしか語りかけれないけどあるみたいで、なんだ行きたいな、車検作業行きたいけど、いいじゃん、ゆたり脱してひろしよじゃないでしれっとひろしですになっちゃって、ひろしです。え、なんかさひろしですってさ、あの人さ、うちさめちゃめちゃなんかパチンコの CM、 あれはないよ、パチンコの CM やったよね、その人。何歳？19歳です。それトライズミのライブも来てほしいよ、てりんちゃん。ひろし、ひろしです。でもなんかあんまり詳しく知らんのよね。え、2003年、え、いつこれがブレイクしたの？ひろしです誕生とブルース、すごいすごい長いウィキペディア出てきたよ、助けて。2003年から2008年、え、だとしたらうちが小学生より前なんですけど、多分そのブレイクあんま知らんのよね、分からんけど。うちさ、なんか CM のパチンコの CM かなんかやりよった気がするんやけど、あ、そうだわ多分。え、福岡大分で14店舗展開中やけん、この CM もしかして福岡の人しか知らん？いや説あるな。じゃあクリアちゃん一桁さえリアル、多分見てないと思う。だってうち2008年ぐらいに小学校に入学したもん絶対分からんと思う。でもうちやけんパチンコの CM で知ったよね、 MJ グループの。でも MJ グループ福岡多いやけん、これ多分福岡とかでしか CM やってない説あるけどな、多分そんな感じする。ララポートは豊洲のやや近くって何度か言ったけど、立川遠い。来てほしいよ。村がちょうど小2からね。エンタはめっちゃ見とった、うち。エンタ毎週見とった気がする。小学生がうちのテレビ最盛期なんで、それ以降あんまテレビ知らんのよね。っていうかね、もう1時になったけマジで今日はちょっと本当に終わります。今日絶対に、今日本当はマジで20分のつもりだったのにめっちゃやっちゃったね。ララポート楽しいよ、一緒に楽しむ人募集してます。特別特典が盛りだくさんなんだ、一緒になんかララポートで一緒に私服でなんかできるかもしれないね。来た人にしか分かんないけどね、何かちょっと言えないんですが、ひろし本命、え、そうなんや。ララポートはショッピングとグルメ、どっちだろうな。でもね、実はなんか2種類あったりするかもね、みたいなシステムだったりするかもね。
ミューズメントみたいなのもあったりするかもね。心に語りかけてるのに何も言ってないです。時間始めると時間悲しい。特別特典がすごく楽しいんです。あみのへえ。匂わせがすごい。そんなことないよ、言ってないよ。うちは何も言ってない。うちは何も言ってないけどね。来てほしいので特別な、なんか一応発表はしてるんですけど、それ以外にも会場来た人だけあるかもねみたいな、ちょっと言えないみたいな感じだから、文章として告知として出しちゃダメみたいな感じなんで、あのみんなも別に確定はしてないけどね。もしかしたら別に何もないかもしれんよ。うち全部かもしれんしか言ってないもん。でもまあこの配信録画して載せちゃダメだよ。あの心の輝が無理なの分かって自分でも言ってるから。いや結構さ、ヒロシとあと120分ぐらい。へえ、配信は逃げないんで相手さんに。そうみんなおるもんね。いなり激アツな予感だよ。隠し事ダメってことで本当に終わります。あんたね、ポジションもちょっとマジで激アツなので、この録画は上げたらダメです。証拠隠滅してください。よろしくお願いします。というわけで皆さん来てくれてありがとうございました。今日本当に終わります。というわけでシュプシュプありがとうゆっくん。じゃあ録画を消してね。おはげバイバイ。というわけで来てくれてありがとうございました。以上文在ジャパン福岡県の電脳シーン7歳葵でした。明日10月3日はリリースイベントがララポート立川立ち日にてあります。とても来てほしいのでお願いします。お願いしますっていう感じです。というわけでまた明日の配信で会いましょう。またねー。